ずーっと歩くんですね。え、ちなみに39分変わってないけど大丈夫かな。残り時間はこ、あ、更新されて残り 2.5 キロ約800メートル歩いたと、4分の1かちょうど、はあ、よし、まあ、だったら全然余裕ですね。おうさあ、そこが牛舎か。おうちさんの香りが。どんくらいですね。久野の牛舎かな。ああ、無牛か。ああ、ローカルだな。まだまだ進むね。つうかもう道なり終わるんだ。すっげえ楽じゃん。そっか。鉄道が接続間違えるのと、ちょっとぐねっと大回りしてる分、案外歩いていったらいい感じでつけるんですね。よし。こんな感じで歩いてる方向にこうやって外にできますからね、便利ですよ。固定にすることもできますね。こっち側にもあれなんですね。えらい手前に、よいしょ、せっかくだから兄くん、すごい、すごい技名ですね。お、から歩道が来れなくなるのか。兄くんって、兄くんでいいんだろうな。さすがにお金、見て見てもさ、あと2キロ14分で作りたいなんで、帰りの電車のね時間だけ気をつけないとないとね。何して電車の本数少ないですからね、大川駅は。展望沿いの方に近づくけど、ここからまた線路沿いの方にまた戻ってくるんですね。というか、まあ、線路が戻ってくるといった感じかな。すごいね、このナビずっとこのまま進みますか言わずに終わりそうだね。だって本当に一直線だもんな。
あ、またここか。歩道がこっち側に。感染管理者許可必要です、ね、はいはいはい、水の取り入れ使用するとき、土地を使用するとき、建物工作物を設置したり改築したりするとき、土砂を採取するとき、土地の形状を変えようとするときとか、のなんかワイヤーがグニャグニャって出てますね。水酸なのかなと思ったら鉄ですね。なんなんやろ、引き上げれるようにしてあるのかな。かなり昔のあれでしょうね、構造ですね。わあ狭い。でもこれこっちの堤防沿いの方が歩きやすそうなんですけど、こっちから行くとかなり大回りになりそうなんで、こっちに行かないといけないみたい。わあ、これはちょっとないんですね。